はい、前回の動画でトップからいきなり肩を水平に回そうとすると絶対アウトサイドから行きますね。顔もこう回っちゃうしね。正しいのは言い方のように落下するのを利用して、ね、前腕の海外、上腕の外旋、上から落ちてくるボールを胸は開きません。こういう形になるとこういう下半身のリーダーこういう力が発生します。ダウンフォース、グッと下を地面を押さえ込む力、左腰は、まあ、ベルトをこう吊り上げてください。ここですね。ちょうどジャンプして重心がこうしっかり確保された時のこのももの角度ぐらいぐっと下に沈みます。だからこういう回転とは違うんですよね。ちょうどアデルスの時の背骨が10度15度右手の方が下ですから、傾いた状態でここから水平回転するのが正しい。その時に回転する時に、ね、板を挟んでるようにこの足の土踏まず感で中央に寄せる力、マグネティックフォースを発生させながらこの角度のまま回転するのが正しいです。でそしてね、回転力を上げるのにこれ角っちょこれ挟みます。で左足の角の内側で挟みながらこっちにキックインする。その力で左の脇腹を後ろに、このパワー、ここを切るパワー、絶対そっちから見てこうね、突き出ない、ここはまっすぐです。これが後ろへ行けば行くほど体が切れて回転力アップして、まだね、60段、70段の方もこれで飛距離、実際アップしてますよ、ね。こういう感覚で、マグネティックフォースね、板を挟んでる感覚で回転してあげてください。そうすると、まだまだ飛距離があります。で、足の裏が見えないでしょうか。足の裏が見えるってことは、板挟んだ時に腰がこうなっちゃう。見えちゃう。しっかり体は、ね、この角度を作ったら水平回転するイメージで回転してみましょう。はい、実はですね、靴の中に特殊なインソール入れてます。これゴールドコーストで購入できるんですけど、忍者ボさんのインソール、これ非常にね、足の指、あとかかとの部分ですね、かかとの部分でわしづかみする感覚、僕はね、このここだけじゃないんですよ、この足のわしづかみする感覚、こういう感覚ができるインソールを求めてたんですね。これがまさにそうです。指反ってたら、指が反ってる人、これ回転できません。左膝が伸びたり、ね、膝がギターバックになったりして、うまく回転できません。グッとこういうふうに、今だんだんなってますけど、こういう状態で、僕こう扁平足じゃないですね、これもでも浮かないような感じでペタってくっついてる、要するにかかとでグッとこう吸い付いてる。でおへそがグッと引けて、ももに手がちょうどこうジャンプして重心をこう確保したりですね、この形で、よくバンカーなんか入ったらかかとグリグリします。僕あの感覚大事にしてます。そうするとかかとがグッと地面をこうバイトするんですね、この感覚。これで左足からとの内側キックインできると回転力がアップします。しっかりした、吸着力というかな、そういう感じでこのキックインと左の脇腹を意識していくと回転力がアップします。挟みながらこうキックインして左の脇腹ね、見てください。まっすぐですね、ここ。ふく
らんでないですよね。これ打てない人は先ほども言いましたけれども左のここが膨らむでベタ足になって打てません。回転不足になるからどうしても担いでしまう。正しいのは丸くフィニッシュしてこうなります。後ろに行くの。チャンネル登録はこちらまでお願いします。